はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パトラです。今回は SPMP というブリッジなんですが、これはね、シングルプレイヤーをマルチプレイヤーに、要するにストーリーのキャラをオンラインキャラに持ち込みというね、そういった方法になります。これにはね、どんなことメリットあるかというと、ストーリーのセーブデータでモッド車両などを持っている人、作った人は、オンライン上にね、今存在しない車両とかを持ち込むことができる。またはね、大体ね、セーブデータ、モッドデータなどを持ってない人は無限にね、所持金の分だけ、何度も何度も車を買うことができます。では必ずオンラインでランダムの出現位置にして、一度セーブ、スタイル変更などをして、オンラインプレイします。この時ね、所持金600万ドルぐらいはね、最低持ってた方がいいですね。そしてストーリーに行きます。右上画面は同じね、フレンドさんなんですけれども、照準同じで、招待限定セッションでミッションタイタンジョブを無操作退出にならないように開いてくれるフレンドさんが必要です。このね、フレンドさんは、パーティーね、鍵開けてもらってください。そして、ストーリーにね、ブリッジする人、まず行きます。このようにミッションタイタンジョブを立てた状態で、左スティックをね、まあ2時3時ぐらいの方向でちょっと斜めにして、1人称3人称とか勝手にね、変わるような状態で無操作退出にならないようにパーティーの鍵を開けといてもらいます。ではブリッジする人、一度オンラインでランダムの出現位置にしていて、ここで、ストーリー行きました。今回ね、マイケルとかでも行けるんですけど、フランクリンで行きたいと思います。まずはフランクリン、この状態で照準ね、フレンドさん自由照準になってるので、自分もね、自由照準に変えてください。オプションから操作設定で、自由照準、これを選びます。まあ自由照準の中ね、オンライン入りやすいですね。 PS メニューからパーティー、フレンドさんとパーティー組んでいて、鍵は開けた状態。このね、チートコマンド R1R1R2左右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 、これやるとね、手配度1になります。そして警察官またはパトカーがいるところに向かってください。手配度1だとね、隠れてるとすぐね、警察の手配度、0になっちゃうので、自分からね、警察の方にね、向かっていきます。このぐらいの距離離れた状態でオプション長押ししといて待機します。ここで撃たれずに手配度1なら手を上げます。手を上げた瞬間オプションを離す。そして離した状態からオンライン、そしてキャラクター切り替えにカーソルを合わせます。 PS ボタンを押してインターネットの接続ですね。こっからインターネット接続チェックを外して、もう一回つける、チェックを外してもう一度つけます。そしたらつけたら PS ボタン素早く2回押して、下十字キー長押し、カーソルがカタカタ動いて、今スローモーションしてますけど、裏でねカチカチ動いてる状態で、キャラクター切り替えとオンラインプレイのところを行き来して、完全に白くなったらキャラクター切り替えを丸々と押します。で、注意画面で待機して、こっから PS ボタンからパーティーですね、さっき入ってたパーティーを探します。で、すぐに、ミッションタイタンジョブ招待限定セッションで立ててるフレンドさんに参加。こっから、注意画面、7秒以上ね待機します。必ずね、7秒開ければ大丈夫かなって感じで丸を押します。そうすると次にね、警告画面が出るので、これもね、10秒くらい待機してから、丸を押します。丸を押すとね、この次注意画面が出ます。で、これも数秒経ってから丸を押します。画面右下くるくるっとね出たら、 PS ボタンから素早く2回押して、さっきのフレンドに参加。そしてこのまま参加の丸を押したまんまの、ずっと押したまんま状態で、警告画面になった時にはずっと丸押した状態でほっときます。そうすると勝手にね、黒い画面がこのようにロードになります。あとは、このままね、公開セッションに行っちゃうので、どれだけね、ロードが長いかっていうのは、その参加する時のね、セッションの人数とかにもよります。なので基本的にはね、自由照準でやった方がいいと思います。オートエイムと呼ばれるアシストのセッションだと
なかなかねセッションにたどり着けない場合があるので、必ずね自由照準にやります。まあよくねフレンドさんに招待限定セッションにいて、その人に参加しようとしたら弾かれて公開セッションに行っちゃうっていうのをね利用しています。そしてこっからの注意点です。セッションに到着するぐらいでおそらくねもう一回ね警告画面とか出ます。まあ、そのね画面必ずキャンセルするようにしてください。×ですね。この到着したぐらいでねおそらくね警告画面とか出ます。それをキャンセルするようにします。これを×。そうするとオンラインのキャラが離れていき、ストーリーの状態でオンラインに入りました。これが第一段階、ストーリーキャラの状態と言います。これどういうことかというと、例えば下十字キー長押し、ストーリーキャラ違うキャラに切り替えて下十字キーを離す、それで警告をバツって押すと、そのねもう一人のストーリーのキャラにワープとか普通にストーリーやってるみたいな状態ということですね。また限りなくねストーリーに近い状態なので、例えば押収された車両、または自分の家の近くに緑の個人車両が出ます。そういったものをね、持ち込むとかね、いろいろね、セーブデータをね改造したものを使うと押収した車両をオンラインに持ち込むっていうことができます。まあ、そういったね、モッドデータない場合には普通にこれからね無限に所持金の限度額までのものを無限に買うことができる方法をこれから説明していきます。モッドデータなのでね、押収させた車両はここで、今ね限りなく、シングルプレイヤー、そのねストーリーの状態でいい状態の SPMP なので、ここで押収車両をお金払ってね出すことができます。でこれを持ち込むという方法が、ありますね。では、ここからねお金稼ぎの方法を教えていきます。まず今第一段階、完全ストーリーの状態です。他のオンラインプレイヤーとはお互いがね見えなかったりします。そしてオンラインの車両だったら一緒に乗ることができるといった状態になりますね。ストーリーの車両に乗ってると一切ね、相手には見えない状態なので、絶対に荒らしたりとか絶対にしないでください。通報されるとアカウントが危うくなりますので、そういったことしないようにしてください。そしてねこのストーリーの状態でこれから第2段階というのをやります。ストーリーのね時に、サボテンいろんな箇所にあると思うんですけど、そこに行ってみてください。まだ取っていないサボテンの場所であれば、サボテンがね見えてます。でここでね右十字キーを押してみてください。普段ストーリーの状態だとサボテンをね食べると食べるシーンが出るんですけど、今回オンラインに行ってる状態のストーリーのキャラなので、振動がねブルッとする、または振動がブルッとしてから携帯が開けない状態になります。これ中身がね動物になっているような状態でお金がフリーズしています。そしてこのストーリーのキャラの状態でオンラインにしかない建物っていうのは、今回の SPMP ではおそらくねあんま近づかない方がいいですね。セッションにフレンドさんとかいればなんとかね回避できたりするんですけど、基本的に入ると無限労働になっちゃったりすることが多いです。そしてコンビニ、ストーリーにもあるコンビニです。店長室みたいなね事務所あります。こういったところで、インターネット右十字キーで押すと買い物ができる状態、今ある所持金が全く減ることなく何度も何度も高級車を正規の購入で買うことができます。例えばデラックスとか、まあ、そういった車両をねガレージパンパンになるまで買う人が結構いますね。この第2段階、お金がフリーズしている状態、よくフローズンマネーって言うんですけど、この状態でとにかくね欲しい分購入します。でコンビニがねいろんな場所にあると思うので、こういったね店長室があるようなところ、他の場所もねぜひね探した方がいいです。一箇所に集まると混雑する可能性あります。そしてこれライブ中だったので、たまたまね購入した後に死ぬと今度セーブかかっちゃう状態となります。第2段階の動物でお金がフリーズしている状態で死ぬ、要するに誰かにやられるか、もしくは自分でね自爆する、引かれて死ぬとかいうことをすると今度はセーブをかける状態となります。
今までお金が全く減ることなく購入できました。そのままアプリを閉じちゃうとセーブされていない状態になりますので、セーブするにはどうするかというと、自滅するまたは他のプレイヤーにやられるなどをして、この第3段階半オンラインセーブ状態ですね。これ、最初にねストーリーのキャラを選んだキャラによってはこのように透明になったり、半分ピッコロみたいな緑の頭の変なキャラになったりします。この状態、よくねタッチパッドうまく操作できなかったりするので、オプションを押して離した瞬間タッチパッド長押し、ストーリーのメニューが出てタッチパッドをもう一回長押しするとオンラインのメニューが出るので、ここで弾薬を購入してみてください。今回はお金が減る状態、これセーブできる状態となってます。あとは購入したね車両が届くのを待つだけです。まあね、周りにね、妨害するような人がいなければ、普通に何台も大量に買ってゆっくりやることも多分できると思います。では届くのを待ってから、確認とかねしていきたいと思います。このね第3段階、半分ねストーリー、半分は3分の1ぐらいねストーリーなのかな、押収車両ねあるみたいになってますけど、これは、ストーリーのキャラがお金持ってないみたいな状態なので、多分回収できないかなっていう、ちょっと不便な状態、もうねセーブかける第3段階なので、そういった状態になります。で今回のねこの SPMP の手順っていうのは、説明欄のねファウンダーっていうところにあるんですけど、ミスターグリッチ GTA グリッチさんの、やり方を、参考にはしているんですけど、このねストーリーのキャラを、オンラインに持っていくとこまでは参考にしていて、その後っていうのは本当に、ね、2017年に、パパテラが本当にね、みんなで探りながらライブで探りながらね、SPMP をやった時の、無料購入のやり方を、そのまんまね再現したような感じで、このねフローズンマネーっていうのをやってます。なので海外で出てる手順とかねもうちょっとね、もっとねいい状態、簡単にできるよとか、省けるとかあるよとかあるかもしれないんですけど、まあもしねこのグリッチが修正すぐ入んなければ、またね後日ね、そういったね、改善版みたいなの出せればいいかなっていう感じです。まあ現時点ではねこういう感じで第1段階の状態、第2段階の状態、第3段階の状態をどういった状態なのか、何をやるべき状態なのかっていうのを確認しておけば大丈夫です。第1段階の時はね、何回死んでも別に問題ないです。そして第2段階の半分動物の状態っていうのは、死んじゃうと、フローズンの状態、お金が固まってる状態が溶けちゃってセーブする状態になっちゃうよっていうところだけ気をつければ、うまくねこのお金稼ぎとか、または車両をね持ち込むとかね、そういうことができると思います。おそらく修正は早いと思うので、やろうと思っている人は後にせずにもうすぐねできる時間があればやった方がいいかなって感じですね。とりあえずねアプリを起動しておく、そしてオンラインの状態でテレビ視聴とかをして放置しておけば1回はできるんじゃないかなっていう感じですね。今回無料で購入した車両はちゃんと正規の値段で購入した車両と同じ扱いなので、高額でね売ることができます。もらうね車両をもらうグリッチとかとはまた違い、複製とも違い、普通に購入したものを半分の金額で売ることができます。まあねこれね一攫千金できる SPMP なので、やろうと思ったら、やってみてください。またね動画内に説明のない、例えば、コンビニ、ここら辺にあるねコンビニはインターネット使えたよとかいうところをね見つけた人いたら、コメントでね、してください。そうするとねみんなが同じ一箇所に集まらずに、スムーズにねできる可能性あります。またね最初の方の手順とかも、こここうやってやるとね、失敗しなかったですよとかね、ここはこうしてもねもっと良くなりますよってのがあれば、ぜひ言ってください。まあこんな感じでねかなりねオリジナルのやり方、海外のもまあちょっと一部参考にはしてますけど、自分でちょっとアレンジしちゃった部分結構多いのでやりにくいなっていうところあればぜひね言ってみてください。もっともっとねいいね、グリッチとなるように、そしてね他のねプレイヤーに迷惑をかけないような風にね使ってください。はい、というわけでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。またチャンネル登録と高評価、またオープニングのね、リクエストコメントなどよろしくお願いします。
説明欄にセカンドチャンネルもあるので、ぜひね、登録お願いします。以上、ピピトロでした。